敵のイメージですね。次はなんだっけ。めっちゃ笑顔で。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年2月6日月曜日の午後2時15分です。そういえば今日はローランさんが島にお越しのようです。ラグや不思議な壁紙などにご興味のある方は声をかけてみてはいかがですか。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで無事やね、ちゃんとまあ解けんのやろうけど。さあ、それじゃあちょっと今回は仕事に行こうじゃないか。お、調子はどうでってか、お話ししよう。しかしおめえはいつ見ても楽しそうに島中を走り回ってるよな。転ばねえように気をつけろよってか。相変わらずおじさんですね発言が。はい、着いた。おかえりやよな。事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。了解です。お、ペーターおるやん。え、名前合っとるよね。なんか久々に見かけたけど。あいなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。オッケー。あ、かわいい。びっくりした、一瞬帽子、え、帽子、帽子じゃないよね、毛よね、あれ。かわいいな。その横のはなんだ。さあ仕事しよう。あいなちゃんどうしたの、お仕事する。します。オッケー。それじゃあ制服に着替えてね。おお、なんだ、なんか来た。ああ、びっくりした、帰ってきたんね。おーい、あいな、たくみさん。そんな至近距離で叫ばなくていいですイベント会場の設営の方は順調に進みそうだよ。おお、どこ、イベント会場。それを聞いて安心したわ。ニコちゃんに任せてよかった。で、いたたた、何、どうした、たくみさん、どうしたの。う、お腹痛い。え、何、大丈夫、大変だ。早くお医者さんに見てもらわなきゃ。お医者さんあるの。ナッティさん、今すぐたくみさんをロドリーさんのところに運んで。はっ、ドクターヘリわかった。じゃあみんな、あとはよろしくね。お大事に。う、さあ、たくみさん、ロドリーさん、よろしくお願いします。ラジャ、至急ドクターがいる島に搬送します。たくみさん大丈夫かな。こんな状態じゃ一時的に事務所を閉めるしかないかもね。おー、そうなのか。そん、でも任せた的なこと言われたよね。そんなことないんじゃないか。でもたくみさんがいないと不安だな。こんな時に限ってお客様が来たりなんかして。来たよ、来たよ、猿だ猿だお邪魔するぞ。ここで別荘の相談ができるって聞いたんだけど。おう、できちゃった。あ、はい、こちらで別荘新築のご依頼を受け止まっております。お、やっぱそうだったか。それじゃあオイラの別荘を作るのここで引き受けてくれないか。今回はあれか、強制的に決まっとる感じ。こちらのアイナを担当にお付けしますので、ご希望内容を詳しく聞かせてください。それからなんだっけ。それでは打ち合わせのスペースへご案内いたします。へへ、サンキュー。思い切ってドアを開けてみてよかったよ、どっこい。確定。気合い入れてバッチリ頼むぞ。オイラとしてはこんな感じで決めてほしいんだけど。昔ながらの銭湯。あ、面白そう。ふんふんふん、サスケ様。なるほど、いいんじゃない？なるほど。素敵なイメージですね。次はなんだっけ？めっちゃ笑顔で。次は場所を決める。そうだった。あいな、ロケーションを選んでくれるかな？昔ながらの銭湯ね。落ち着いた感じのところがいいよね。どうだ？ここでいいかな？うん、ここで。
なんかちょっとなんていうん、秘密の場所みたいなのでもいいかも。こういう、いやーでもな、違うな違うな、うん、あーでもこういう、あーどうだ、いやーまあここにするか、よしここでいいじゃんか、運動スペースも十分ありそうだし、気に入ったよ、どっこい。運動スペースもいるの？ところで別荘は1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？そうだな、オイラ特にこだわりはないから、プロのおすすめ教えてくれ、どっこい。1階でいいんじゃないかな。よし、じゃあ1階建てに決定だ。それから、あ、そっか。それではサスケ様、別荘の場所も見つかりましたので早速進めてまいりましょう。じゃあアユナ、サスケ様を現地にご案内してね。たくみさんってこんな感じだっけ。まあモノマネする必要はないけど、そんな感じ。来た来た。おお、ここがオイラの別荘になるのか。テンション上がってきた、どっこい。それじゃああとは任せたぞ、楽しみにしてるからな、どっこい。昔ながらの銭湯、てかさ、ニコちゃん一緒にやってきたら、たくみさんおらんのにさ、ナッティさん一人になっとるよね今。それはとても危険じゃないか。やっていけるんすか、ナッティさん、お客さんとか来たら。こんな感じがいいよね、ちっさめ。あー、こういうのもありか。でもどう？昔ながらの銭湯、小さい方がいいかな。こっちにしよっか。屋根、もうなんかこのまんまでいいような気するけど。ドア飾りはなしで。で、銭湯やろ？自転車とかいっぱい止めとこうかな。銭湯なんか小さい頃しか行ってないけん全然わからんや。なんかね、あの学校行き帰りに通るさ、通学路とかにも銭湯何軒かあったけど、大人になってから久々に通りかかったらさ、もうなんかなくなっとったりするんよね、悲しい。行ったことないんやけどね。外を通り寄っただけやけん行ったことはないんやけど。自転車ってこの、待って、全部で見よったんか。それは多いわ。どの辺だ？ちょっと待って。違う。どの辺？この辺？この辺か？あ、この辺やね。あったあった。この辺の、どうしよう、シティサイクルかな？なんとなく。これを、3つぐらい止めとこ。ちょ、色味を渋めがいいかな。グリーンと、おじさんが行くイメージなんよね。ブラックと、ブラックなんかかっこいいな、学生が乗ってそうな感じ。オレンジ、まあいいや。最初の1個ぐらいしかそんな渋くなかったけど、めちゃくちゃ適当な止め方。こんな感じで。一人ずれとる。こんな感じで。OK でしょう。う、外なぁ、どうしよっか。なんか石畳みたいなの敷いた方がいいかな。あ、てか木生やしとこ。この辺はいっか。どういう。まあ、竹とかにする？銭湯っていうよりなんか温泉って感じになりそうやな。銭湯はなんかね、街中に普通にあるイメージなんよね。まあ普通に広葉樹でいっか。こっちと、あ、真ん中通れるようにしよっかな、こういう感じで。なんか、あれやな。銭湯っていうほど、親しみが湧く感じじゃない気がするな。よっ。こんな感じ？で、真ん中になんか道作る？
ね、でも道するとしたらこの石畳かな。これで、こう、こんな感じで。ここもか？こんな感じかな。あれ、なんかめっちゃずれとるよね、ここ。この辺ですね。こんな感じで。やっぱ銭湯って感じではないな。まあ、いっか。なんかめっちゃ自転車見えんくなったけど、リアルっぽいってことでいいや。さあ。ちょっと待って。はい、この状態にしといて。ああ、なるほど、なるほど。うわ、溢れ返りそう。とりあえず、壁と床？壁、壁。ああ、そっか、脱衣所とかも欲しいなぁ。まあ、とりあえず、どれだ？白いモザイクタイルの床。あ、でもこんな感じ？ランダムな敷石。こっちになったらちょっとオシャレな感じがあるよね。白いモザイクタイル。で、バスマットとかはなんか外の脱衣所とこのお風呂の間にある感じがする。壁は壁。あ、この辺じゃない？銭湯の壁。これやん。これこれこれ。こんな感じ、こんな感じ。で、これがなんか、どうかな？ここ3つある感じ？あ、こんなんやない？もう脱衣所いいや。もう脱衣所いい。めっちゃうるさい。止めて止めてって感じやね。これで何個ずつぐらいかな？ 3 つずつぐらい？こう、いや、近いな。2つずつぐらいかな。間違えた。違う。これで、2つずつぐらいやね。2つずつぐらいで、あんなにちょっと湯船に近いのもあれやけん。こう、こんなもんか。あ、違う。で、この2つ消して、こういう。あ、なんかさ、あれやな。ちょっと待って。この辺かな。あ、ヒノキ風呂めっちゃいいやん。うわ、なんか脱衣所にありそうなものめっちゃいっぱいあるやん。うわ、作りたいけどいいかな。いいかな。あれか。鏡とかシャワーとかあの辺のはないんや。その辺こそあれよって感じやけど。ねえ、普通に。その辺あるべきやと思うんやけど。待って、家具で、ドレッサーとかでそれっぽく見えるやつないんかな。あ、でもどっちにしろシャワーつけんといかんけん。鏡がないとことかあるん、銭湯って。鏡はあるものって思ったんやけど、ないとこあるんかな。なんかこん、絶対濡れちゃいかん感があるもんな。ま、あれか、シャワーだけでいっか。シャワー、これね、シャワーセット。これを、なんかね、普通に、私が思っとった、この鏡付きのやつとかやったら、真ん中にね、ポンポンってその鏡置いといて、で、なんか、向かい合わせでできそうじゃない？で、この、洗面器色変えたい。てか、あれなかったっけ？何やった？あ、そう、これ。64？ 私が思ってるのと違うけど。なんかあれ、何やった？ケロリンやったっけ？なんかよくあるやつ。でも、多分、これでいいよね？きっと。違う？温泉マーク？温泉マークって言ったらうるせえやつらが思い浮かぶけど。これ。まあ、でも雰囲気的にこんな感じ。で、黄色よね。
黄色黄色、これ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 、パッと見こんな感じ。これにしよう。んで、じゃこの辺消してって、あ、椅子の上に乗せれるんや。へえ。これで234、よし。でこの辺も、待って、邪魔邪魔、椅子は白でいいよね。これで、この辺で大丈夫か？え、これ、置けるんやん。もう一個後ろか。なんかだいぶ、後ろに下がってきた感があるけど。あ、でも、まあ、これ置いたらそんな気にならんか。こんな感じで。鏡がないならないで蛇口が欲しかったな、下の。ね、壁につけれるタイプの蛇口みたいなの。あればいいんやけど。そんなアイテムないよね。あ、鏡がないのめっちゃ寂しい。鏡だけとかないんか。壁につける鏡だけみたいなのないんか。ないなぁ。あれよ。最近、現実でもね、あれやん。なんか、シールみたいなタイプの鏡あることない？なんか壁につけるやつ。あ、なんかぽいぽいぽい。いいんやん。いいやん、いいやん。え、もう完成じゃない？これ。もう完成よね、これ。いい感じよね。あ、待って、シャワーあっち側置いてないや。これを、はい、こんな感じで、え、よ、こんな感じで、あ、いいいいいい、いい感じ、こんな感じで。え、高さ合っとるよね、こっちとこっち。うん、合っとる合っとる。よし、以上だ。もうあれだね、銭湯以外の何物でもないやろ。で、なんかあのおっちゃんが向こう側にもたれかかって入り寄るイメージ。え、でもやとしたら水道あっち側じゃないか。いや、まあいいや。はい、こんな感じで。調子はどうだ、どっこい。完成しました。マジで？え、オイラのアジト完成だ。オイラのアジトってか、みんなの戦闘って感じやけど、人めっちゃ集まってきそうよ。どう、いい感じ。あ、文字邪魔やったかも。こうやな。いいやんいいやん。え、めっちゃいいやん。やっぱ鏡がないことが悔やまれるな。鏡は欲しかったな。あ、シャンプーボトルも置いとけばよかったかも。あったよね、なんか。気に入ってくれた？ダンベルマークや服。こんなナイスな別荘を作ってくれて感謝するぞ。すっかり世話になっちゃったな。一息ついでにゆっくりしてってくれていいからな、どっこい。じゃあ写真をさっき撮ったけん、大丈夫です。そっか。じゃあ気をつけてな。いつでも遊びに来てくれ。どっこい。了解です。おお、たくみさん戻ってきとるやん。お帰りなさい。ただいま。あ、たくみさん、体の方はもう大丈夫なの？体の方はもう大丈夫よ。お祝いパーティーで食べ過ぎたのが良くなかったみたい。お祝いパーティーからそんなに経ってないん、これ。よかった。いろいろ心配かけてごめんなさいね。もう大丈夫だから安心してちょうだい。食べ過ぎってことは便秘とかってこと？それよりニコちゃんすごいじゃない。ナッティさんから聞いたわよ。私がいない間ニコちゃんがこの事務所を仕切ってくれたんだって。え、待って、あれめっちゃ綺麗なんやけど。いや、私あれ見えてなかったわ。え、あれ何？ホテルの洗面所みたいな感じ。めっちゃ綺麗やん。いいやん。ほら、なんか手前におしぼりとか置かれとるし。いいね、いいね、いいね、あれ。あ、いや、そんなことないよ。おいら、たくみさんがいなくなって気づいたことがあるんだ。最近一人で何でもできるって、ちょっと調子に乗ってたんだけど。本当は一人じゃ何もできないって。みんながおいらのことを伝えてくれてるんだって。ごめんね、ニコちゃん。私も今度のことで分かったの。こうしてここまでやってこれたのは、みんなに助けてもらったからなんだって。なんだって。これからもみんなで支え合って頑張っていきましょうね。たくみさん、おいら頑張るよ。
みんなで頑張ろう。あ、そうそう、忘れるところだった。何？ごめんなさい、アイナちゃん。今回のお給料1万5000ポキよ。あ、めっちゃ普通に忘れとった。いや、だってね、すごい溜まっとるけんさ。あとこれ、お土産の握り寿司。おー、寿司ありがとう。今回は迷惑かけちゃったから、行った先で買ってきたの。すっごく美味しそうだったのよね。たくみさん、お腹壊してたんだよね。握り寿司とか食いしん坊すぎだよ。まあ、でもお土産やろ。え、何、自分も食べてきた感じ。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？いや、終わりにしときます。わかったわ。ゆっくり休んでね。買い物しとこう。え、これも可愛いよね。何あれ、なんかマグカップから葉っぱ生えとった。マグカップじゃないんかな、あれ。この豪華な洗面台は8万6400ポキか。おお、一気になくなる。まあ、でも買いますよ。欲しいよ。これこれ。マグカップではないんかな。このカフェのパラソルテーブルは1万2600ポキか。買います。どんどん減ってく。ねえ、これ何？この未来のミールプレートは6500ポキか。何がどう未来なんやろ、わからんけどやめとこう。とりあえず隣のぬいぐるみが欲しい。かわいい。この夢川のユニコーンドールは1300ポキか。買います。いやー、めっちゃ買った。え、すごい良かった、今日品揃え。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかね、ここで買う家具とかめちゃくちゃいいのいっぱいあるし、すごいね、豪華なものが多いんやけど、なかなか、というか全く活かされてないけんさ、ちゃんとなんかおしゃれな感じで使っていきたいよね。